これはですね、あのね、コカ・コーラのグラス、マックのやつだね。マクドナルドのやつ。昔あったよね。そう、これね、FIFA ワールドカップ2010かな、多分。ほう。おそらく。これは俺がもともとね、あの、大好きで買ってて。そうそう。で、私は持ってなかったんだけど、ゆきさんがそれ使ってるの見て、私も欲しいって言ってメルカリで慌てて買ったの、これ。慌てて買ったやつ。まあ、当時はね、それお揃いとかね、なんか買ってましたからね。なんですけど、うん、さっき、我ら、ミッキーの、はい、ディズニーのね。これほら、今年行ったディズニーのお土産でね。お土産。があるから、いらない。ワールドカップ負けたし、日本。日本負けたし、言わないの。負けちゃったし。ダメよ、負けてないよ。気持ち的には。気持ち的には負けてないな。4年後楽しみにするから。そう、楽しみ。一応ちょっとさ、1個でいいよ、今回はさ、見逃してもらっていい。こっちのマグカップだったらあれだよ。ちゃんと2人で。手放す。2人で、ミスド行って買ったやん。そう、買った。当時。だけど、気づいたら、ルービーなぜかこれをもうね、あの、撤収させてるんですよ。あ、今、あの、保留ボックス。そう。だって使わなくても大丈夫かなと思ったら、ほんと使わなくて大丈夫なんだもん。私の方さ、これさ、見て、あの、わかるかな？スターバックスコーヒーって書いてあるんですよ。シールがどんどん剥がれてっちゃって。そう。悲しい。だから私のってわかるんだ。確かに。どうしてあれだってピンピンなのに。てか多分だけどね、これはね、俺持ってたんだけど、その、厚みが若干違うんだよね。同じタイミングで注文したのにだよ。触ってみちゃう。え？え、知らない？あ、ほんとだ。ほら。あ、待って、全然違うじゃん。え、わかります？これ。わかんねえな。ちょっとわかんない。こっちが薄いの。薄いんだよ。え、薄っ。だから、俺、それの差だと思ってる。なんでこんな薄いの？うん。私も買おうかな。そうなんだ。実は。だから、多分若干それのせいで。え、なんでそっちの方が質がいいじゃん。使えないよ。で、これもだってあれですよ。記念日に買ったんですよ。そう。これも記念日に買ったやつ。使いますよ。あ、また、A ちゃんは分かった。A ちゃんは、せめて分かった。A ちゃんだからね。A ちゃんのマグカップ分かるよ。これはコッカ・コーラですよ。コッカ・コーラじゃないよ。コッカ・コーラですよ。これは僕の大好きなディズニーですよ。だそうやって専用を作んないでっていう話したじゃん。卵焼きは卵焼きが卵焼きでいいじゃん。でも今回のワールドカップしたら今回これ飲んでたさ。これだこっちだよね。ワールドカップ観戦するって言って飲んでたんだけどさ、コーラ飲んでたんだっけ、飲んでたんだけどこっちだったからね、今回ね、2人ともね。あれじゃなかったからね。4年後はね、全力で。4年間取っとくないって。